なんであのメリノなのと思うじゃないですか。だからなんかそういうあのスロバキアのブランドだから、はい、スロバキアってそのメリノが人気だとか、はい、すごい取れるとかそういう話もあるのかなと思ってたんだけど、はい、彼らがものすごいこだわってるのはコンポタブル。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 今日のキーワードですね。キーワードですね。快適性なんですね。快適性。なるほど。そう。なんかいろんなと人に紹介してもみんなそれを聞かれるんで、はい、僕もたまりかねてピーターとマーティンに聞いたのね。はい。そしたら。ウィズチャンネルスタートです。リリーン決まりましたね。モリシーモリシー決まりましたね。この格好でやると動きやすくていいですね。そうですね。今日はあのサングラスが馴染んでるんで馴染んで突っ込むまでもないかったんですけど、ね、いつも通り一応サングラスのご紹介お願いします、はい、今日はハンドレッドですね。はい、ハンドレッドのスピード、はいトラップです、ね、トラップですね。僕はアルバオプティクスです。本日はもう見ていただいたら分かる通り、はい、イザドアが入荷してきました。イザドアがついに随分遅れて入荷ですね、はるばるスロバキアからスロバキアからやってきましたので、もうご紹介していきたいなと思っております。はい、行きましょう。例えばメリノウールを使ったあのアイテムが定評があって人気があって、まあ、定番というか中核をなすモデルなんですけども、それはもう夏用のショートスリーブも同じ で夏用でも3つのメリノを含んだモデルシリーズがありますので、今日はその3つの違いをですね紹介したいと思います、はい、今一般的なのってやはりその化繊を使ったジャージがまあ主流なんですが、うん、そこへまあイザドアっていうのは天然素材であるメリノを含んだジャージっていうところでちょっとこう強みがある独特のブランドなんですね。その前にですね、はい、イザドアのこと知らない人もいるんじゃないかと僕思っちゃったんですね。本当ですね。もう僕はもうすっかりイザドアファンだったので大好きだからね。当たり前のように喋ってましたね。その気持ちわかるけど、はい、うちの社内ではイザドアファン多いけど、はい、まだまだ知らない人いると思うんで、はい、確かにここでそんなのたにズームインですよ。なんか微妙に古いです、ね、大丈夫ですか。イザドアは、はい、あのピーターと、はい、マルティンっていう、はい、ベリタス兄弟っていう双子の、はい、もう UCI のレースとかも出てる、はい、トッププロだった人たちが、まあ、引退して、まあ、正確にはあの現役途中から始めてるんだけど、うん、が作ったブランドなんですね、うん。で、すごい面白いのが、はい、このイザドアってブランドでさっきも言ってたんだけどメリノウールとかを結構使っていて、はい、なんであのメリノなのと思うじゃないですか。だからなんかそういうあのスロバキアのブランドだから、はい、スロバキアってそのメリノが人気だとか、はい、すごい取れるとかそういう話もあるのかなと思ってたんだけど、彼らがものすごいこだわってるのはコンポタブル。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 今日のキーワードですね。キーワードですね。快適性なんですね。快適性。なるほど。そう。なんかいろんなと人に紹介してもみんなそれを聞かれるんで、はい、僕もたまりかねてピーターとマーティンに聞いたのね。はい。そしたら彼らはレースやってたね、うん、トッププロだった時代に、はい、ビッチビチの着て、でビッグローがバーッと入ってるのを着て乗ってたでしょ、はい、でそれが別に彼ら快適ではなかったっていうことなんですよ。結局やっぱりプロとはいえしんどかったんですね。しんどかった。やっぱ速く走るためのウェアなんで、うん、で彼らが思ってたのはやっぱりその友達と、まあ、ライド行く時とかにもっと快適にリラックスして乗れる、でさらにそれでちょっと途中どこカフェに寄っても浮かないようなもの、ビッグローガンガン入ってるようなもんじゃないものっていうのが期待っていうのでこのイザゾアを作ったっていうのがポイント。なるほど。でその時に彼らがいろいろ生地を選定してた中で、はい、やっぱりこれだよねってなったのがメリノウール。まあでもメリノウールってご存知だと思うけど、もともと昔の、ね、レース の、はい、あのジャージ、サイクルジャージがもともと使われたもので、はい、それがいつの頃かこう速さを求めるがいいどん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 こうライクラン素材のねこう、はい、あの風ピチピチのになって、はい、ってなってたんだけど、もともとはもう抗菌性、防臭性に優れて、速乾性も優れていて、まあ、着心地も柔らかっていうこのメリノっていうのはこのサイクルジャージで使われたものだから、まあ、そこにもう1回目をつけてあのそれでかっこいいものを作るっていうのがイザドアのコンセプトです。なるほど。通りでまあデザインも落ち着いて、うん、そうね、着やすいなっていうのはそこに繋がってたんですね。そうなんです。イザドアっていえばメリノールっていうのは本当で、はい、やっぱりメリノールのものからやっぱチェックしていきたいなっていうのはその通りだと思います、はい、なるほど、はい、というわけで本日はこの、まあ、イザドアもいろいろ種類はあるんですけども、うん、メリノを使った半袖ショートスリーブジャージをご紹介していきたいと思います、はい、3モデルあるのを一応パッと先に見てもらいましょうかね。あとこれかな。まずはこちら、シグネチャージャージです。
これ僕たちも今着てます。このシグネチャージャージがまず一つ、はい、はい、続いてこちらが、ウーライトジャージ、もうちょっと軽いですね。そうですね、ウーライトジャージが一つ、はい、そしてこちらが、クライマーズジャージですね。この3種類が、メリノウールを含む半袖ジャージになります。それでは順番に見ていきましょうか。はい、で、まあ、もうまず着てるんで、このシグネチャージャージですね。シグネチャーっていうぐらいですか、これはもうブランドを代表するそうですねものですよね。まあ、イザゾワが興味を持った人はまず初めにこれ買っちゃう人が多いのが、はい、このシグネチャージャージですね。ちょっと色もちょっと今持ちきれないんですけど、たくさんございます、はい、これはここがメリノの混紡率が一番高い、まあちょっと他のに比べて厚手のメリノになってて、はい、でこちらがいわゆるあれだよね、ウーライトで使われているものの袖だけ、ね、ウーライトで使われている軽い超軽量ですかねのメリノのウールの素材が切り返し、体幹部分がちょっとやや肉厚という感じですかね。なんで季節的には僕去年着てた感じだと、はい、日本だったら湿気が多いんで、6月ぐらいからちょっと厳しくなってくる。多分ね、汗あんまりかんない人は切れちゃうと思うんだけど、夏でも、はい、ただ僕はものすごい汗っかきなんで、ちょっと真夏に朝手に取るかって言われるとちょっとこのあっちーっと若干こう、ね、んってなる。河川の定番のジャージと比べるとちょっと気持ち肉厚かなって、ね、逆に言うと、はい、秋の立ち上がりの時期とかだとアームウォーマーしてこれだと安心感がある、うん、だからそういう意味では、まあ、春と秋がやっぱり結構夏の入り口ぐらいまでがメインなんだけど、まあ、そういう感じで長くは使える。あとまあ結構着心地もすごい柔らかい、ね、そうなんですね。このウール独特の締め付けが少ない。イザドアって実はエシェロンっていうラインがあって、はい、でもっとこう走る人向けのものがあるんですよ、エイジーなの、はい、でこちらはそうじゃなくてエイジーライドっていうような形になってて、やっぱりフィッティングがそんなにピタピタじゃないんですよね。でサイズ感も気になるところですよね。そうですね、はい、ぐっちゃんが僕が身長172の体重が59キロ、あ、かなり細身だね。いわゆるクライマー体型、はい、で XS を今着ている状況でございます。僕が174センチ、交渉174センチで、交渉って感じですちょっとさばいませんか、交渉174センチの今62、3キロぐらいかな。なるほど。で今は S サイズ着てます。はい、で僕的にはまずはこの S サイズがいいかなって思ってる感じ。森さんはあれですよね、僕はもうほぼ XS で間違えないかなって感じなんですけど、ね、やや迷うというか、やや迷う、初め去年は実は XS も買っちゃってて、で両方買ったんだけど、はい、自分的にやっぱ好きかなと思ったのが今は S なんで、うん、S のついてる。なるほど。ちょっと XS 着てみますか。そうですね、見比べたいですね。えいヨシじゃないそんなヨシとか言うあれじゃない、はい、はい、こんな感じ XS ですね。どうですかね、さっきとの違いですけど、まあ、なんていうんですか、横から見てての横幅とかっていうのはあんまり正直そんなに違うかなっていう差なんですけど、伸びるからね、着てる感じも、はい、ここがきつくなったのとここがきつくなったの感じるけど、そこまできつくはない。なるほど、まあ、着れちゃうサイズ、着れちゃうサイズ、若干この辺はやや短いですかね。短いですね。きつさは感じないけど、はい、やっぱ短くなってちょっとレーシーな感じになったなっていう感じなんで、もしかしたらこのシグネーチャージャージのコンセプト的にはやっぱりさっきの着方の方が、はい、なるほど、うん、なんかいいのかなと思うのと、まあ、あと洗ってるうちに若干やっぱこう縮むというか、まあ、うちの場合はドラム缶で洗われちゃったんでこうなっちゃったんだけどそれは洗い方の問題ですね。製品が悪い気がついて上がってきたのみたいな、そんな感じだったんだけど、まあそういうふうにちゃんと裏返して、はい、ネット入れて、はい、まあちゃんと低温で洗ってあげればそんなに縮まないけど、でもやっぱりメリノウールなんで、うん、若干は詰まると思うんですよね。ゼロではないと。それを考えるとこれだとまあ、うん、もしかしたら S の方がやっぱいいかなっていう感じです。まあコンセプトがあれですもんね。そうですね。せーの、
コンファタブル。ごめん、ちょっと忘れてた。いや、まあ、セーブの時不安そうなのに、ね、コンファタブルがコンセプトなんで、そういう意味でもその変にこうタイトに選ばなくても、うん、そうですね、自身が楽なサイズ感でいいのかな。もちろんこれでも悪くないんで、こっちを好きな人はこっちも選んでもいいけど、うんうんうん、もしこっちが欲しい人はエシェロンとかの方の、はい、方と比較してもらっても、河川でできてるタイプのモデルが、ね、レースモデルの方と比較してもらってもいいかなっていう、はい、なるほどですね。ちなみにあの M サイズを着用してる参考スタイルがありますので、うん、こちらも一度ご覧ください。こちらです。こちらのスタッフがですね、身長181センチ、68キロ、胸囲が90センチという体型で、M サイズを着用しております。でさらに、他の例としまして、あの画像はないんですけれども、175センチ、73キロ、胸囲98。そんな人いる？います、います。の、ものも M を着てます。でかいな。伸びが収まっちゃうんだね。あるので、割とこう広いキャパがあるという感じ。そこまでだからシビアなサイズ選びじゃなくても対応できるのかなっていうのも、まあ、伊沢の特徴かなと。確かに店頭でも、あの他のジャージでちょっと着れなかった、はい、おじさまたちが、はい、伊沢のは結構気に入って買ってくれてる人もいるっていうのもよく聞きます。あと、ごめんなさい、いくらでいいですか？はい、どうぞ。ね、最近インハウストレーニング結構やってて、リフト、まあ、結構乗ってるんですが、なるほど。で、汗すごくかくんですね、はいはい、で結局ライクラのやつとかいろいろこう、インハウスズイフトにいいのないかなっていろいろ試してたんだけど、はい、なかなかやっぱ汗がもうダーってなってボタボタになるの変わらなかった、はい、でもしかしてメリノっていいんじゃないかと思って試してみたんですよ、はい、そしたらすごい良くて、やっぱ汗の吸収をしっかりしてくれるんで、なんか変にボタボタ垂れたりはしないっていうのがいいと思って。あと悪い点は、はい、あの素肌にそのまま着るじゃないですか、家でやるときって、はい、別にインナーとか着ないから、うん、そうするとやっぱちょっとチクチク感がある、うん、汗かいてくると なんだけど、発生地にすぐ慣れちゃうんだね。で慣れた後にやっぱり汗をしっかり吸収してくれるのと、うん、あとやっぱり変な匂いとかも全然しないので、うん、だからそういう意味ではね、結構インハウスいいなと思ってて、こもりがちな室内でもそういう匂いが気になりとか、全然気になる。なんか初めは厚手だからちょっとこれでインハウスただでさえ暑いのに余計蒸れそうですねと思ったんだけど、逆に意外に使えるっていう、これ多分人によると思うんで、もう使ってみてほしいんだけど、でもまあそれはあのちょっと感じたんで、これないしはこっちが僕もっと実は期待してて、この後出てくるやつ、これはまだ持ってないんで、それもちょっとやってみようかなとっていうメリノのやっぱり魅力はあります。ではもうその気になる次のモデル行っていいですか？はい、はい、続いてがウーライトですね。はい、ウーライト、ウーライトです。ではこちらにも一旦着替えてみましょうか、はい、せーの、